間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。今回は優れた作りのモダンイタリーバイオリンのご案内です。良い楽器を選ぶため、そのためにはまず良い楽器がどのような楽器かを知らなければいけません。そのために、私は良い楽器を見たときに、その特徴をできるだけ頭に残しておくようにいたします。特に私が重要視しているのは、この部分の隆起です。この動画では分かりにくいかとは思うのですが、高くても低くても隆起が自然につながっていること、そしてその隆起の立ち上がる部分にある種の力強さが見られる、そういったところを重視しています。楽器を見る目を養うとは、良い楽器を見続けること、それしかないと言えます。